はい、おはようございます。令和2年9月11日金曜日、天気は、加藤寺の天気は晴れ、まあ、ちょっと雲がかかってますけれども晴れて、気温は21度、週末ですね。あと少し頑張りましょう。はい、今日は、自分が見えないけれども他人はよく見えている部位、それは背中、また肩甲骨周辺です。はい、今日はその見えない背中肩甲骨のトレーニングを一つします。はい、肩甲骨をトレーニングする中で一番効果的なのは懸垂とか、肩甲骨を引きつけるトレーニングになりますけれども、今日は自分の体、体重を利用した、トレーニングの方法をお伝えします。まずうつ伏せになっていただいて、万歳した状態で首を、持ち上げて肩を持ち上げる。はい、これを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、万歳した状態、次に手を広げた状態で少し肘を90度ぐらい曲げます。で、このまま手のひらを床から離す、肩甲骨を内側に引き寄せる。3、4、5、首を上げた状態、6、7、8、9、10。はい、1、肩一歩ずつ、2、3、4、5、6、上げた指先を見る感じ、7、8、9、10。はい、反対、1、肩甲骨が内側に引きつけて引き寄せているのが分かると思います。6、7、8、9、10。はい、次に仰向けになって手を、そうですね、45度ぐらい、開いて肘をつけます。で、首を上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんな感じですね。はい、引きつける動作をこうね、仰向けで肘で地面を、床を押しながら肩甲骨周辺に刺激を与えていく。はい、これで見えない部分ね、女性の方はここの余計な脂肪とかを取るトレーニングになりますので、ぜひチャレンジしてみてください。